おはようございます。2023年5月21日日曜日です。ボタンを押してください。機内の案内表示に従ってご入場。おはようございます。2023年5月21日日曜日です。今日はですね、尾瀬にやってきまして、初夏の尾瀬を案内しようかなということで、今日はですねまだ6時半です。結構早くに来ることができましたんで、よく晴れてますし、気温が今13度ですね。ちょっと肌寒いかなぐらいなんですけど、去年の今の時期雪がかなりある時に、ちょうど同じ時期ですね来たんですけど、今年は雪がなくて木道もかなり、見えてるようなので、去年の映像とともにですね、ちょこちょこ出しながら比較できたらいいかなというふうに思ってます。で竜宮の方まで行って、竜宮見晴らしかなまで行って、ぐるっと回ってこられればいいかなというふうに思ってます。橋もですね、この間の金曜日に、全部付け終われたようで、もう完全に、水場所の最盛期の前のシーズンが始まったかなといった感じなんで、ぜひ、今回の動画参考にしていただいて、尾瀬に来られる方は見ていただくなり、興味ある方等もまたご覧いただければなというふうに思ってます。では、早速行ってきます。今年はもう序盤から全く雪がないですね。ちょうどここの橋になっているところが去年相当坂になってて雪がかぶってた、そんな記憶があります。ここが川ですね。こっちに、木道の上に登って進む感じですね。もう今ちょこっとあるだけです。歩き始めて30分ぐらいですね。ちっちゃいのが早速咲いてるエリアに着きました。霜が降りないと結構白いまま中の花も見えてます。この先もまたいろいろ出てくると思います。まだちっちゃいんですが水芭蕉ですね。この先もあるかもしれないんですけれども、1箇所発見しました。この木道は去年つけられたもんですね。木道の一つ一つに年号が入ってます。はい、スタートして40分ぐらい川上川までやってきました。もう去年とは全然景色が違ってて、こんなとこだったかなって感じで、なかなか1年前の記憶とともに歩いてますけど、もうちょっと行くとですね、山の花、そこで、1回休憩します。川の流れがやっぱりすごい急ですね。であそこにも小屋が見えてますんで、山の花にまもなく到着します。はい、スタートから 2.8 キロ、40分ちょっとで、山の花までやってきました。金曜日にビジターセンターが開いたんで、中も開いてますね。14度、鳩町峠と同じような気温です。やっぱ結構あるな。5度、6、7、8度ですね。はい、では一休みしたので、牛首方面に進んでいきます。いやー、まだ雪がすごいな。この辺なんか雪新しいかもしれないですね。私物はこっちですね。よく晴れて山頂まで見えてます。この辺は時々熊が出るので、今日はこれだけ人がいれば大丈夫だと思いますけども、気をつける必要があります。はい、山の花から少し歩いてきたところなんですけれども、予想以上にですね、花がもうかなり咲いてますね。まだちょっと大きさ的にはちっちゃいんですけど、いい感じで、この先も水芭蕉が広がっていることを願って、進んできます。歩いてるとですね、風が今日ないので暑いですね。結構ですね、よく見ると水が茶色いんですよね。これは鉄分みたいな、そんなのが入ってる証拠です。もう一面こんな感じで雪まみれなんで、どこが本来の木道の場所なのかよくわかんない中進んでます。これ氷だな。この辺りがですね、去年川のようになってた場所です。こんな感じで、橋も腐っちゃいますんで、落っこってるところには気をつけた方がいいかもしれません。もう今は木道の上にいるんで、そんな心配もいらないんですけれども、ここは去年本当に長靴じゃないと通れなかった、そんな場所です。まだでもあれかな、雪解けの水がまあ多少乗ってるのかな、そんな感じです。正面に火内ヶ岳が見えてきました。ちょっと私物に比べるとかすってますね。はい、牛首に向けて歩いています。去年はねこの辺りも、木道からそれるというか、木道と湿原の境目がなかったぐらいだったんで、久しぶりにこう木道の上を歩いていると違和感はあるんですけれども、もうでも、今年は雪が、ないのもそうなんですけど、やはり例年よりこれだけ花がもう咲き始めているので、毎年毎年同じような時期に来てる人は水場所のそのピークっていうのはいつもよりも、早いような気もしますし、逆にいつも雪で来られない、去年だったら、もう雪だらけで歩けないような、感じだったんですけれども、逆に、今こうしても雪がなくて通常期のように、ハイキングが楽しめるんで、それを感じていただけたらいいかなと思います。この辺一帯は水場所の花のエリアからちょっとそれて、もう今辺り一帯がこう湿地みたいになってるんですけども、結構カエルがよく鳴いてますね。低い声で、多数のカエルの鳴き声とともに、牛首を目指してます。これ逆さ火打ちと書いてありますね。本来であれば、こちらですね、ここの地頭に多分正面の火打ちヶ岳が映るんじゃないですかね。はい、8時25分、去年はここまでしか来られませんでした。竜宮までやってきました。ここまで5キロちょっとですね。で、向こうからぐるっと回ってくるような感じで今日は進みたいと思います。牛首に到着です。またこっちもですね、だいぶ雪解けが進んでるみたいで、先ほどよりは雪がなくなりました。ですね。東電小屋まで 3.3 キロ。竜宮まで 2.2 キロ。はい、ちょうど牛首と竜宮の間ぐらいですかね。竜宮の小屋がうっすら見えてきましたけども、結構この辺は花も咲いてないんでですね、ただの木道をずーっとこう歩いてるだけで実際暇なんですよ。時折風が吹いてくれるんで、まだなんとか涼しい風が吹いてくれるんですけれども、風がないとですね、もう日差しが結構直射日光がもろ当たるので、かなり蒸し暑いというか汗ばんできますね。牛首から来るとだいぶ人もいなくなってですね、時折前から人も来るんですけども、まばらな感じで、歩けてます。はい、これは鹿の防護柵ですね。湿原の中に入ってこないように柵が設置されてます。この辺りからまたちょっと水芭蕉がまた咲いてるエリアに入ってきました。下の大堀川、水芭蕉の群生地があります。まだちょっと小さいかな、でもポツポツ咲いてる様子が分かればいいんですけど、ちょっとちっちゃいかな。ちょっとこのカメラだと分かんないかもしれませんけど、ちっちゃい水芭蕉たちが咲いてます。はい、こちら側が竜宮現象の入り口っぽい場所らしいんですが、まあ、水がこう吸い込まれて、まあ、向こう側から出てくるのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、こっちには魚はいなさそうですね。結構水の勢いもあって3か所から123か所から水が入っていってますね。はい、ちょうど時間が9時になりました。三原市の十字路にやってきまして、ここまで 7.4 キロですね。この後またちょっと休憩してですね、三原市まで、今日は行こうと思います。だいぶ日が当たってきまして、気温も高くなってきたように感じます。はい、9時23分、この沼尻川を渡ると福島県に入ります。 7.6 キロ。また今、竜宮で、ちょっと休んでましたけれども、この後は三原市まで進みます。だいぶ人が減ってきたような印象ありますけれど、日が出てきたんでかなり明るくなりました。沼尻川を渡ってすぐもう正面に三原市の小屋たちが見えてきたんですけれども、日内ヶ岳も一気に目の前に、やってきたようなそんな気がしてます。もう雪が本当に向こうはわずかに縦に何本か入ってるかなぐらいですね。もうこの辺りちょっと木道も足元悪いんですけど、ほとんど向かい側からの戻ってくる人たちがちょこちょこっていますけども、向こうに向かって行ってる人っていうのが今見えないですね。はい、まもなく三原市に着きます。この辺りはですね、確か夏だと結構青々と草が生えて、花もですねよく咲いてるエリアになるんじゃなかったかなと、うっすら昔の記憶を思い出してますけれども、ちょうど今の時期はですねまだ何も草も生えてなくて、まあ、乗ってた雪がどいたような状態というかですね、こんな感じで辺り一面こう枯れてしまった草に覆われているようなそんな感じの場所ですね。結構日差しもですね遮るものがないのでかなり暑いんですけど、人がでもそれでもいないのでですね、まあ、結構時折吹く心地いい感じを受けて、歩いてます。でここは福島県になってまして、この後まあ周回して、また先ほどの牛首の方まで、戻るんですが、途中一旦ですね新潟県にも入ります。東電尾瀬橋っていう東電が作った橋があるんですけど、そこら辺りがですね一部新潟県になると、そういったわけですね。この福島もですね住所だと日の江又村になるのかな、尾瀬の湿原のこの北側の入り口からですね、福島県側も入り口がありまして、沼山峠とか右毛とか、もうでも、前の動画でも解説したんですけど、いくつか登山口がありまして、北側の、福島県側とか、新潟県側、もしくは、一番主流の群馬県側からも今日来たみたいですね、登山口がいろいろとあります。尾瀬は季節によってですねこう、四季がはっきりしてまして、今がちょうど、冬から、夏にかけてというか、春ですね。一番メジャーなのが、梅雨の時期に、ピークを迎える水場所で、あとは7月から8月にかけてなのかな、ニコキスゲ、黄色い花ですね。かなりこう鹿の被害、鹿が結構花食べちゃうみたいで、昔みたいにこう辺り一帯オレンジになることっていうのはあんまりないみたいなんですけれども、ニッコウキスゲが夏の花としては有名ですね。で、そう水場所もですね、実は熊がすごい大好物なんですよね。北海道なんかもよく咲いてるところで、湖みたいなところでも咲いてるんですけど、根元からこうかじられたようなやつっていうのは熊が近くに、いるっていう、そういう目印にもなりますね。スタートして9キロ、ちょうど休憩入れて3時間ぐらい、見晴らしに到着です。ちょっとここで休憩します。山の花から6キロ、ちょうどですね、この辺に、車を止めてバスでこう鳩持峠まで来まして、ここから今山の花まで来て、牛首、竜宮で今見晴らしまでやってきました。で今日はですね、ここから、定番なんですけど、このような形で反時計回りに回って、また戻ると、そんなようなルートで進んでいきます。